説明版国灯籠、水野剣物屋敷跡は、東京都港区芝後の20の20にある三河岡崎、藩主、水野家の中屋敷跡である。現在は、後に設置された灯籠や平成期に作られた案内版のみが残っている。水野剣物が、藩主の時、この屋敷には、玄禄赤事件で、キラヨシの屋敷に打ち入った阿籠老子9名が、 幕府の沙汰を待つためにお預けになり、元禄十六年二月四日、同屋敷で切腹した。現在の慶応中通りが三谷町目から田町側に向かい、商店街の終点で東南に折れる場所の正面の委員の前に位置する。ただし、元禄十六年十一月に切腹後を含めた判定は、火事で消失した上、水野氏は天保十四年うる九月。 江戸市民や浪人たちに屋敷を襲撃されたため屋敷の移動があり、浪士切腹当時の屋敷は、道地より北へ50メートルほど離れた場所にあった。水野忠之は浪士を丁重に偶したと伝わる。火災、水野騒動の処罰と天保、百姓一揆などによる混乱や反殖を仕込め、ボートの判定襲撃などで王子の遺行は散逸してしまい、現在は屋敷移転後に置かれた石道路。 二カ国語の案内版、由来不明の丸石と木製ベンチが残る。うち入り後46名の赤穂老子がお預けとなった4班の判定は、いずれも今日の東京都港区にある。東京都教育委員会による二カ国語説明版。複数が残殺された赤穂事件は、江戸期に他に3回起きている。長野里の次の赤穂藩主、長井直弘の鳩子、長井直長は、 内藤忠勝に視察されている。赤を事件関係年貢より、日上げろ水野は叩くにもって恋の木魚だと歌われた。国替えで離れる唐津でも、借金を返さず暴動が起きている。もう年家は老子を罪人として扱い、畳でなく直に切腹させていると伝わる。当時の水野家の交流を歌う教科、細川の水の流れは清けれど、ただ大会の沖きを濁れるが残る。 水の毛文書、古い石や河原飛び散る、水の家の句が記され、当時の建造物は水の堤に押し入った浪人たちに破壊されたと記録されている。ありがとうございます。